で今問題になっているのは、うん、その地方マスコミの癒着が取り上げられていて、はい、どちらかというとその中国新聞しかり、うん、そこで出されている朝日新聞とかは、うん、視聴が悪く見えるような印象操作をしているような雰囲気があるようです、うんうん、なぜならこの、まあ、あえて言うとオールドメディア、うん、新聞は、はい、彼らは新聞しか見てないから、うんはい、彼らの支持層は、うん、なのでその支持層には市長が映ってる姿がどう見えてるかは謎です、はい、でこの人折れないって分かってるんですよ、はい、折れなくはないですよ。あこの人市長ね、はいはいはい、うん、市長が折れないって分かっているので、うん、折れない戦略ですもんね。あれは戦略なんですね。戦略だと思いますよ。あ確かに議会全然通らないな、議会のせいだで、うん、言うのをアベマ TV とかでちゃんと言うんですよ。言うじゃないですか、はい、だからそういう戦略ですよ。全部あいつらは全部分かってますって言うんですよ、うん、で要はそういうのを、うん、この公の場で出すことで、うん、要は僕までが見るわけじゃないですか、はい、何の関係ありません、はいはい、安芸高田市、うん、ここあの愛知県春日井市ですから、うん、っていうのをやってるんだっていうのを計算してやってるんですよ、はい、石丸市長もう YouTube に流れる証拠として残る、はい、うん、なので記者は武器を持っているので、うん、名前をちゃんと言います、うん、名前を挙げて言ってください、うん、ほらそうすると、うん、ウェブでは、うん、特定班が出るんですよ、うんうん、恵比寿記者何大学卒業とか、うん、もう怖い世界ですね、はい、っていう中でこの問題をどう解決しようねっていうのを、うん、なんか考えたいなって、うん、タイプ論でなんとかなるのかなって。でタイプが分かれば、はい、石丸隊長、あ石丸市長石丸市長の対応の仕方が分かるのかなと、はい、とか市長側に僕が入ったんだとすると、はい、タイプが分かっていれば、うん、あなたはそういうところがありますよと、うん、だから気をつけた方がいいんじゃないですかっていう動画が作れるかなと思ったんですよ。でもあれはああいう戦略な気がするんですよね。あ、まあそこまで考えてやってる感じですよね、うんうん、なんか本当につい言ってしまうとかっていうよりはあえて言ってる感じがするんですよね、はい、で全て中国新聞に対しては何も言わないと、うん、何も言わないということは、うん、私の意見を認めたということでいいですね、うんうん、っていうので締めるんですよ、うん、それがお前らのやり方かなんかこっち、あ、それはどっちに向かって言ってるんですか。僕は今市長に対して言ってます。はいはいはい、それがお前のやり方か、うん、こっちをそうやって完封なきまでに叩き潰すのか、うん、って僕は思うんですよ、はい、ちょっとはなんか立ててくださいよと。立てるところがないからじゃないですかっていう話ですよ、まあ、その前にだってディスられてるんですよ。はい、ディスってます新聞でメディアでやってますやってますだから叩き潰されに来てるんですよね確かに。で多分今まではあの新聞記者も叩きたんだと思うんですよメディアの力を使って、はい、こういろんな首相だとか偉い人とかでも。ただ、はい、僕これ先が見えてるんですけど、はい、あの映画で、うん、ハリボテっていう映画があるんですね、はい、これは富山県、うん、で富山県の富山市の市政、はい、うん、で2016年に起きた事件なんですけども、うん、これあのAmazon プライムで映画が見られます、はい、うん、でこれも市政の話なんですが、はい、このハリボテ映画の始まりが市政の議会が、はい、我々市議会委員の年収を上げてくれっていうところから始まるんですね、うん、要はお金がかかってしょうがないと、うん、で我々には保証もないんだと、うん、年金なんて7万しか入ってこないと、うん、だからやっていけないから月収10万を上げろ、うんうん、っていうので50万から60万だったか60万だから70万だったか、はい、ちょっと忘れて失念してしまったんですが、うん、それをやれ、うん、やってください、うん、っていうのが議会で決まりました、うん、っていうのを市長に開けるところから始まるんですね、はい、でその映画を撮ってるのはチューリップテレビっていうところの伊予喜兵衛さん、はい、500の旗の頭と書いて、うん、伊予喜兵衛監督がハリボテという映画を作ったんですが、はい、この映画の中では伊予喜兵衛さんはチューリップテレビという富山のテレビ局のキャスターをやってます、はい、なのでキャスターがこの議会の構造を暴いていくっていうのが映画なんですね、はい、
1100万、年収を1100万にしろ、議会で決まった、うん、ってやって市長に聞きに行くと、うん、市長は議会が言ったことは、うん、議会として尊重しているので、要は二元、うん、議長制ですと。なのでそちらの言っていることは尊重するという風だと思っていますので、うん、私からは何も言うことはありません、うん、っていうことに終始するんですね、はい、こちら側は、市長側は、うんうん、で今この議会の人たちは、うん、で1100万決まったっていうので、うん、それがスルスルスルって通っていくんですよ、はい、でまんまと年収1100万になるっていうのを、はい、権利を勝ち得るんですね、うん、ただそこからこのチューリップテレビがこの使い方に問題があるっていうのを延々とやって、一人ずつその 議会側の議員が詐欺で逮捕されて捕まっていくっていう話になってるんですけど、うん、この伊予木部さんも映画の最後で会社を辞めるんですね、はい、というのはキャスターをやってるんですけど、はい、一緒にキャスターをやりその球団をしていた子が部署異動になるんですよ、はい、で多分この人は、この映画とか、報道で取り上げていたことに向き合いたかったのに、うん、会社が同じ方向を向いていないというのを感じたので、うん、辞めるっていう選択をしていくんですね、はい、で飛ばされるんですよ、うん、もう一人の人も、うん、ってことは多分もうつながってるんです、はい、上で、うん、っていうのを見ていると、はい、おそらくこの市長言ってること正しいし、うん、いいなって思うんですけども、うん、おそらくどこかで負けるというか、うん、選挙で負けるのか、はい、もうずっとこのまま平行線のままで、うん、何も解決しないまま進んでいくんだろうな、はい、で結局何も解決しないまま終わるんだろうな。で僕の中ではどっちかっていうとそれが市長の失敗っていう風になっていくんだろうなって感じで見えてるんですけど、それってなんかコスパがいいんだろうか。よくこの INTJ さん、はい、効率、その市長も言いますよ、うん、ロジックだと、はい、コスパが大事だと、うん、これはコスパいいんですか、いいんですかね、そのやり方がコスパいいんですかねって思うんですよ。何を目的にするかじゃないですか。何を目的、その今の話、今の話というか、はい、ずっと今話してきて、はい、議会が反対してる、反対してる、で市長が、議会はメンツを言ってます、うん、市長は、で市長はこれ、ただ市長は全て正しいです、正しいことをしたい、したいです。であっちに合わせたら正しいことはできないわけですよね。メンツを言ってます。でそうすると何のコスパですかって話じゃないですか。なんか通ればいいって話ですかって話じゃないですか。でも市長がやりたいと言っている、うんうん、この道の駅に良品、はい、無印を入れる、うん、そうするとちょっとは活性化し、うん、で市民も6割7割がやり、うん、入れてほしいって言ってる、はい、でも、うん、議会側が止めてる、はい、事前説明がなかった。だとすると事前説明がなかったからよって、なんか気に食わんから嫌だ、うん、だからあれが通らなかったのはあいつらのせいだって言えるわけじゃないですか。でそうすると今は解決しないかもしれないけど10年後には解決するかもしれないじゃないですか。まあ違う形なんでしょうけどね。違う形というかあいつらがいなくなる方向に進んでるんじゃないかなと思うんですよ。まあ要はメディア、マスコミが敵って話ですよね、はい、今はマスコミも、うん、良識のある人もいるんでしょうが、うん、多分もうまあ今の話でいくとマスコミが敵で、はい、うん、その大きなところを潰すためにはこうするしかないみたいな、あネットじゃないですか、 YouTube とか、なるほど、はい、みたいなことを考えてんじゃないのかなっていう。じゃあわしらのメンツは立ててくれんと。メンツ、あの言うこと聞けば立てますよじゃないですか。そうですね、公開討論せよって言うんですよあの人、はい、やりましょうよって、うん、なんかあなた方はね、私が今市長やってます、うん、あなた方はね私が話を聞かないって言ってるけど私は聞きますよ、うん、だったらやりましょうよ、うん、日にちを決めてください、うん、行きますんで。だって、はあ、怖い、向こうが大切なのはメンツじゃないですか。こっちですね、議会側、議会側メンツだけじゃないですか。なんでしょうね。そうすると議論には弱いですよね。もうね無理ですよ。うん、で市長はいいことやったらあそれいいねって言える立場なんでメンツじゃないわけじゃないですか。そうですね、正しいこと、いいことをやりたい。でもなんかこれ問題があるのは、はい、
結局その議会側、うん、今、高田氏は16人いて、はい、うん、汚職したままの人も結構残ってるんですね、はい、っていう問題はこっちの富山の方でもあって、はい、汚職で14人辞めた、はい、で最後の結構現状って出るんですけど、うん、10人まだ残ったままだ、はい、でただそれって選挙し直しても、はい、またその汚職した人がそのままと、うん、うん、立候補します、うん、っていうと結構知らない人も多いのか、うん、出る人が少ないのか、うん、でそのまままたその人たちが当選するっていう構造があるんですね、はい、うん、でそこを変えようとしてるんじゃないですか。何も変わらないって感じなんですよ。そこを変えようとしてるんじゃないですかって。でも多分集大を晒させて、ああなるほどね、それが早いのかな、はい、っていうとこじゃないですか。それが早いのか、うん、家に帰ってる途中に、はい、パリピ曹操が出てきたんですよ、はい、僕の中に、はい、曹操というのは、まあ、ちょっと三国志の話、はい、曹操というのはその義五色の義義氏和人伝のところはあれ曹丕なんですけど、そのお父ちゃんですね、はい、曹操という人が結構頭もよく、はい、武力もあり、うん、みたいな、うん、で政治力もあり、うん、まあ、一応全てができる人みたいな、うん、なのでその三国志演義とかではちょっと悪役劉備という諸葛亮が仕えた人が善として描かれるので、はい、どうしてもその悪役側に回ってる人なんですけど、まあ、敵ですよね。漫画で言うと敵な感じしてます、はい、敵、はい、まあ、そうじゃないのもありますけど、あ、そうですね、はい、蒼天航路、はい、あれはまたあれで面白いんですけどね、はい、はい、で、まあ、その曹操っていうのは何でもできる頭のいい人なんですけども、はい、パリピ曹操が出てきたんですよ、はい、パリピ曹操がこの議会側で現れたんですね、はい、で、まあ、これちょっと言っていいのか分かんないんですけど、はい、もし、はい、僕ちょっとこれ危惧してるところでもあるんですけど、はい、もし今、うん、議会側で傷つけられたって言って、はい、うん、あちら側に行く、あちらって、まあ、ごめんなさい、どちらが天の方に、あ、はい、要は非難された、はい、誹謗中傷だ、傷ついたって言って、うん、はい、そのあちら側に行くっていう人が現れた場合、うん、はい、どうするんだろうっていう危惧もあるんですね、はい、僕の中には死人が出るよと、はい、出るかどうか分かんないです、分かんないです、はい、ただ、はい、その可能あのやり方は、はい、とてもその危険をはらんでいるっていうのもあって、うん、はい、で逆それを総合的に言うと、うん、誰か一人、うん、いなくなれと、遺書を残していなくなれと、はい、そうすると、うん、多分、うん、明らかに今、うん、マスコミは、はい、安芸高田氏の人を、はい、ちょっと落とそうとしてますから、はい、簡単に落ちるだろうなって、はい、で曹操は現にそういうのをやってるんですね。それのネタをつかまれたら逆転しますけどね。ああなるほど、はい、いや曹操は、うん、塩がないっていう時に、はい、その管理している、うん、その料理長を殺すんですよ、うん、お前が盗んだってことにしろと、はい、家族は面倒見てやる、うん、任してくれと、うん、その代わりお前死んでくれって言うんですよ、うんうん、で殺して、うん、こいつが犯人だった申し訳ない、うん、って言って兵を慰め、うん、っていうのをやるんですけど、うん、曹操だったらこれやるなと思ったんですよ、うん、でそれに乗ってくれる人がいるか、はい、あもちろんそういうのはあるんですけど、はい、っていうのはこれはちょっとパリピ曹操は置いておいたとしても、はい、今のあの市長のやり方は、はい、なんて言うんだろう、その危険性をはらんでいるよっていう心配ないです？ないね。あ、そうやって殺される可能性もある。あ、いやそれはどうするかは分かりませんよそうやって殺される可能性もある、あるなとも思います、僕は。はい、まあ、それだと政治の世界ですから、政治の世界、はい、まあ、何でもありじゃないですか。何でもありなので、はい、で逆にあの市長も、うん、なんかニュースを見ていると、うん、仕事が終わってから、はい、いやお疲れ様でしたって言って、うん、普通になんか帰ろうとしてるんです、ね、はい、待てと、うん、お前警護はつけんでいいのかと、はいはい、殺されるかもしれない。そう、まあ、君あの普通に夜道を歩ける人じゃないよと今、はいはいはい、っていう心配性ですかね僕の、はい、じゃあやめときましょうか。うん、まあ、僕はこれだけなんか、はい、あそこの地域のことを、うん、とても心配してるんですけど、はい、なんかね、昨日の動画を見てくださった人で、はい、ふざけてると
市民のことを考えてない、はい、っていうのをいただきですね、はい、なんていうんだろう、僕がこれだけ心配してるのにと、はい、ふざけてる、不快でしたみたいなのをいただきましてですね、まあ、議会側に立つからじゃないですか。で、市民のことを考えてないっていうんですよ、はいはい、考えてると、うん、っていうのと同時に、うん、じゃあお前は考えてんのかと、うん、で僕は、はい、いやそのハリボテっていう映画を見ようと、はい、っていう意味で、うん、一人でもこの興味を持ってくれっていう思いを持ってるよとかっていうのを書こうとしたんですけど、うん、そっとそれを、見ない、見えないようにしてですね、はい、心を保っております、はい。